古田が縦スピードがあるそのまま抜けていくまた右足で上げてきて中央振りになってるシュート決まった1対1最後前山右から完全に崩されまして中央はフリー前山同点ゴール1対1右足ではない右足で上げていきました古田今は古田のところを破られましてそしてここが完全にフリーになってしまいました1対1の同点さあ試合をまた振り出しに戻ります見事な同点ゴール